おねねだり結構多いです、ね、小さい時から私あの双子のお兄ちゃんがいるんですけど、はいうん、で一番上にも兄がいて<で>で3人兄弟だったので、うん、何せのお菓子とかジュースの取り合いが多かったんですよ、うん、一応家族5人で均等にジュースとか分けてアイスとかに名前を書くんですよ、うん、でももう一個食べたいって時に、うん、みんなにバレないようにお父さんにだけおねだりするんですよ、うん、そのこのこアイスくれんって<ー> もうお兄ちゃんとかにばれないように<ー>したらお父さん絶対にくれるのでいいよ食べてみたいな<ー>だからそ,れそういうのは結構小さい時にあったなと思いますじゃあちょうどお父さん役もいますしちょっとおねだりしてもらってもいいですか <laughs>、うん、もうう一個のことアイスくれんよよよかよそれは言言 <laughs> つまらんとは言わないですよ <laughs>